こんばんは。国分寺市の情報をお届けする国分寺ボイス始まりました。今回のパーソナリティは皆さんお待ちかね、国分寺市職員のアイスボーイとセリーヌです。この国分寺ボイスでは注目の市政情報や防災情報をお届けしていきます。それではアイスボーイ始めますよ。国分寺ボイス。あっという間に9月になっちゃったよセリーヌ。そうだね、まだまだ暑いけどもう夏が終わるのかって思っちゃう。夏って実はあっという間なんだよね。これから季節的に涼しくなるから外にも出かけたくなるよね。アイスも溶けにくいし。そうそう、秋はイベントもたくさんあるし食べ物も美味しいし、いい季節だよね。芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、イベント盛りだくさんな秋を楽しんでいきたいね。そうだね。ところでアイスボーイ、今回のテーマは何？今回は防災特集として9月24日日曜日に都立武蔵国分寺公園で開催する防災フェスタを深掘りしていくよ。防災フェスタ？どうして9月に開催するの？9月は防災月間なんだ。全国各地で様々な防災イベントが開催されるんだよ。そして9月1日は関東大震災が発生したことに由来して防災の日になっているんだ。関東大震災ってとても大きな地震だったんだよね。そう、1923年に発生した関東大震災は推定マグニチュード 7.9、 死者約10万5000人という近代化した首都圏を襲った唯一の巨大地震なんだよ。そして今年は関東大震災から100年の節目の年。ぜひこの機会に防災について考えてみてほしいんだ。でももしも大地震が起きたらって考えると怖いな。楽しく防災を学ぶことができるといいのに。それがまさに防災フェスタだよ。セリーヌは防災フェスタのこと知らないみたいだね。知らない。今までも開催してたのかな。国分寺市では初めての開催なんだ。楽しみながら防災について学ぶためのイベントだよ。楽しく学ぶ？どんなイベントなのか教えてほしいな。内容盛りだくさんのイベントだから何から紹介しようかな。あ、さっきセリーヌは地震が起きたら怖いって言ってたよね。地震の揺れがどれくらいか分かっていれば少しは心構えができるんじゃない？地震の揺れなんて分かるわけがないよ。それがこのイベントでは体験できちゃうんだ。例えば防災 VR 車での地震体験、360度の立体映像と揺れで地震を疑似体験できるよ。防災 VR 車だけではなく防災免震車でも地震体験ができるんだ。へえ、防災 VR 車体験してみたい。ぜひ体験してみて。ちなみにこの防災フェスタは日頃の備えに関するエリア、災害が起きた直後のエリア、被災生活に関するエリアの3つに分かれてるんだ。3つもエリアがあるんだ。そこではどんな訓練ができるのかな。消火器を使った初期消火訓練、煙が充満したテントの中を歩く煙体験、 AED や心臓マッサージなどの応急救護訓練、他にも消防署に通報するときのポイントを学べる通報訓練などいろいろあるんだ。災害以外でもとっても役に立ちそう。パネル展示では動物避難所、電話がつながりにくくなったときに使う災害伝言ダイヤル、災害時に水を配る場所のことも学べるよ。うちには犬と猫がいるから動物避難所が気になる。それに水は避難生活には欠かせないから水を配る場所のことも知りたいな。セリーヌ興味津々だね。嬉しいな。あ、でももちろん学ぶだけじゃなくてお楽しみもあるんだ。39店舗が参加する物産・物販コーナーでは防災備蓄品や国ベジのほか、市と災害時の協定を結んでいる長野県飯山市、福岡県太宰府市、新潟県佐渡市、富山県魚津市の食べ物などが販売されるよ。どんな特産品があるのかは当日のお楽しみ。海の幸や山の幸など美味しいものがたくさんありそう。まさに食欲の秋。楽しく美味しく学べる防災イベントだね。うん、楽しそうでしょ。詳しくは市ホームページや
司法9月1日号をチェックしてくださいね。今週ももうおしまいか。まだまだ紹介したいから次回も防災フェスタの情報をお届けするよ。次回も楽しみ。この番組は市公式 YouTube チャンネルでも配信しています。リアルタイムで聞くことが難しい方やもう一度聞きたい方は YouTube をぜひチェック。チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想もお待ちしています。それではまた来週、セリーヌ締めるよ。国分寺ボイス。この番組は国分寺市役所の制作でお届けしました。次回お楽しみに。